ウガンダの学校、爆発可能な不発弾を始業ベルに使用。爆弾の見つけ方を教えるために、ウガンダの学校を訪れた地雷撲滅団体が、同校で不発弾が始業ベルとして使用されていたことを知り、大きな衝撃を受けている。全校生徒700人の同校では、教師が授業の開始を知らせるために、石で不発弾を叩いていたという。団体のコーディネーターは同志に対し、弾頭はまだ爆発可能だった。もっと強く叩いたら、地区全体に及ぶ甚大な爆発を引き起こすだろうと語った。この不発弾は、封鎖された場所で爆破処理されるという。同団体がウガンダの学校で爆弾を見つけたのはこれが2回目。最初に発見された不発弾は、お昼休みに子供たちのおもちゃとして使われていたそうです。うん、まあ、廃物の有効活用というのもありますからね。有効ですか？うん、とりあえず、だって始業ベルっていうのは、周りに、その知らせるという意味があるわけでしょ。そうですね。まあ、それは爆発すりゃみんな知るさ。ああ、授業始まったんだ。始まりとともに終わりが来たんだなっていう。そうですね。もう完全に終わってますね。そういう意味でもまあね、日本だって不発弾、はい、そうぽい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 見つかるじゃない？はいはいはい、つい先日もどっかでやってたけど、不発弾の処理がありましてっていう。はい。うん、爆発したことあるのかな。どうなんですかね。あんまり聞かないですけど。まあ、あるんだろうな。そりゃ、それあるんだろうな。はい、今はそんなに珍しいことかもしれないけど。それはカン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 とやってれば。まあちょうど、でも多分ちょうどカンカンカン叩くのに、ああ、ちょうどいいなって思えるものだったんだろうね、それは。いい音もするんでしょうね。カンカンだ。これいいな。カンカンカン。よくなったんでしょうね。うん、爆発しないだろう。一応爆発するって認識があって、ええ、それでもやってたらすごいなっていう。すごいですね。うん。じゃあ次は、明日真島先生お願いしますって。一応当番になってね。一応教師として、やらなきゃいけないから、それは。仕事として。うわぁ、明日、俺が修行ベルの日だって。よし、なるほど。一応、祈ってから来るって。今日も無事終わりますよ。そこまでの意識を持ってやってたとしたら、それは大したものだと思う。大したものですよ。うん、本当に。3回まで叩きますからね。1、2って。1、2、3。違うゲームになってくる。そうですね、違うゲーム。3回目で風爆発するんだよ、そういうの。でも、まあまあまあ、前ね、はい、どこだっけな、日本のペンシル型ロケットっていうのが、まあ最初の宇宙開発時代に、はいはいはい、作られたペンシル型ロケットの打ち上げの何かの映像で僕見たことあるんだけど、はい、いや、まあまあ、子供だったから、見間違いもあるのかもしれないけど、はい、なんか打ち上げがちょっと延期になったんだよね。はい、何か、うん、不具合が出たらしくて。で、それが打ち上げが延期になりましたっていうところの、その映像が、まあ、その、チェックっていうか直してる。はいはい、直してる映像、その、ペンシルロケットを直してる映像だったんだけど、その職員、まあ、技術者の人が、はい、木槌を持っててね。はい、木槌で、カン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 叩いてたのよ。ペンシルロケット。ペンシルロケットを。カン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 叩いてるのを見て。はい、すげえ作り方してんだなって子供心に思ったんだけどね。そうですね。木槌で作れるんだって。木槌でカンカンカン。今思えば、ええ、なんとなく、ええ、要は、おかしなところとかを調べるために、ちょっとコン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 、音がおかしいところとかを見るためにやってたんだろうけど、はい、子供から見たら、ああやって作るんだって、ロケットって。もうちょっとなんかこういう機械でシャーンと、なんかやるのかなって思っていたものが、こんな普通に、トンカチでできるんだっていうふうに。漫画ですよね、それ。本当に。というか、漫画的表現は合ってたんだって。ああ、妙に納得しちゃう。なんか納得したなっていうのがありまして。さ昨日触れるの忘れたんだけどさ、はい、世界最強の男って言ってたじゃないですか。それは自称だったんだよね。何か。自称ですね、自称ですよ。世界最強の男に多分なりたかった男ですよね。ああ、なりたかった、ああ、戦って勝てば。戦って勝てば、じゃあそれでさらに世界最強の男で、はい、である自分がではなく、はい、ライオンと戦って世界最強になろうっていうところもあったわけだ。じゃないですかね、気持ち的には、ね。気持ち的には多分。いや、ふと昨日思ったのがさ、ええ、
相撲取りって、象10頭分の力があるっていう、破壊力を持ってるっていうふうに言われてるんだけれど、象10頭分って、どんな時の象を言ってるのかなっていうのが気になるじゃないですか。怒ってる時なのか、うん、怒ってる時の象10頭分なわけないと思う。わかるわけないですね。人間が。いくら張り手が強いと言っても、はい、でも、のっそりと歩いてるやつと、あの押す力の10等分ですよ、やると、まあそりゃそうだろうっていう、ピンポイントで考えれば。そうですね。って考えるとね、ライオンっていうのも、はい、いつのライオンな、どういう状態のライオンなんだろうって、ちょっと考えたりするじゃない、はい、昼間寝てる時のライオンで、ほら、来い来いって言うと、何か用でしょう、ね。狩りはメスがやってますけど、何か用でしょうかって。私はとりあえず獲物がかかるのをまだ待ってるとこですけど、そんな私に何か用でしょうかっていうテンションのライオンとだったら、で、ライオンといっても、所詮は猫なんで、時たま動物園で見てると、やっぱりお前は猫だなっていうようなじゃれ方をしてるじゃん。はいはい、してますね。多分それ人殺せるぐらいの力持ってるんだろうけど、人殺せるぐらいのじゃれ方をしているじゃん。うん、やっぱ猫は猫、どこまで行っても猫なんだなと思うとね、はい、あのライオンでその世界最強の男が猫じゃらしを使って猫のように操、戦ってもそんなに受けないと思うんで、はいはい、どこまで猫に近づけることができるか、ボールとかやってみたりとかさ、ああ、うん、不発弾、今不発弾のっていう話があったように、はい、地雷処理で犬を使うじゃない、はい、で犬だってなんだっけ、その地雷の匂いを覚えさせたりとか、はい、そうやってするときに必ずやるのがボール遊びっていう。はいはい、で、その地雷をその進んで見つけようとするのは、はい、地雷を見つけるとボール遊びがしてもらえるっていう、その擦り込みがずっとあるんだって。だから地雷発見して戻ってきたらすぐにボール遊びをするんだそうです。ーボールを見せて地雷を。そうなんですね、回収に行かせるっていうのがあるから、だからライオンを猫のように操るっていうのは猫じゃらしを使って猫じゃらしを使ってそれだったら世界最強の男にしてもいいんじゃないかなっていう気はしないでもないわけですはい、はい、あ、由美子さん行きましょう。はい、由美子さん、北海道からです。お、元帥さん、マーシーさん、こんばんは。5月の式典は千秋大尉が衝撃的で、今後の彼の出方がすごく気になります。もはや7月の式典が終わってしまいましたそんな時だったね、東京ケーキ。いや、東京ケーキの話題を今探していこうと思ってね。あ、東京ケーキまで遡ってるんだけど、多分5月式典の後だったんでしょう。あ、そっか、そうなんですね。うん、さて、北海道新民ですが、うん、ってことは北海道の、あれですね。東京ケーキが。先日、それは実在します。北海道新民と先日東京ケーキの話題が出てましたね。それは実在します。東京ケーキは鈴カステラのような感じで美味しいです。あ、じゃあ昨日の人のやつは正しいのか、はちみつの人形焼きっぽいっていうのは、はいはいはい、若元入りはとのことでしたが、友人たちに聞いてみたところ、知らないとの答えが多かったのですが、友人の一人が北海道神宮祭で栄養若元入りの東京ケーキが確かあったとのこと。食べてはいないそうですが、札幌のお祭りでは出るのでしょうか。札幌も近いので機会を見つけて行ってみたいです。北海道神宮祭は札幌じゃないんだなってことは。そうですね、そうだな。じゃあそれ北海道だからさって言っても、北海道っていう枠はでかいでかいですね、はい、札幌、いや北海道であるんだけどさっていうふうに言っても、北海道のどこであるかで違うんだね。あー、なるほど。確かに僕のその栄養若元のことを言った人間は旭川だったんで、はい、あー、結構上なんですね、はいはい、旭川だった覚えがある。旭川には確実にあったということだと思うんだよ。東京景気を買いにお祭り行ってみようかなと思いました。若元入りのがあったらまた報告します。おー。5月の式典ディズニーランドへ行って、その後式典参加という、本当に夢のような一日でした。あ、夢と魔法の王国から、夢と魔法の帝国へって。いきなりなんかダークなイメージなのね。夢と魔法の帝国。そうですね。ちょっと。じゃあ多分この由美子さんも、中本浩二の声聞いてきたかもしれない。そうですね。絶対聞いてますね。そうそう。はい。ハニーポッドに聞いて、中本浩二と共に戯るんです。
中本浩二のハニーハントっていう。それ中本浩二ですよ。もう完全に。中本浩二から。ちょっと頭の中でもね、はい、あの、メガネな感じを思い浮かべてみて、ええ、中本浩二のハニーハントっていう、蜂蜜いっぱいでもいいな。嫌だなぁ。中本浩二の蜂蜜いっぱい。なんだ、蜂蜜、蜂蜜。もうこれ、これ。中本浩二いい年して何やってんだろうっていうふうに。別な楽しみ方ができるじゃん。そうですね。これ聞いた人、みんな。ある意味、だから、あれだよ。要は、キャプテン EO でいうところの、マイケル・ジャクソンの立場だぜ。はい、ああ。ある意味はもう、マイケル・ジャクソンはディズニーキャラクターまで昇華されたわけじゃん。はいはいはい。だから、中本浩二も今、ディズニーキャラクターまで今、昇華されてるんだよ。頭の中で。随分上行きましたね。かなりの上だよ。だから、これは、誰々何の声をやってるとか、はい、ミッキーの声だ、ドナルドの声だって話じゃないんだよ。はいはい、それはどう聞いたってミッキーの声、ドナルドの声聞こえるけど、はい、熊野プーさんだけは違うもん、中本浩二だもん。ってことは、中本浩二の方が先に来るんだよ。前に出てるんだよ。プーさんよりも前に。プーさんより前に。だから、中本浩二の蜂蜜狩りでいいんだよ。中本浩二の蜂蜜狩り。やってくんないかな。それで深夜の番組で、蜂蜜とか売ってくんないかな。このローヤルゼリーが、健康が、健康食品として蜂蜜売ってるとね、全部がつながる。どんだけ今の中本浩二って言ったんですかね。いや、僕ら、メガネキャラとしては、はい、まあ、元祖と言ってもいいんだけど、ある意味、だから、長本浩二ってメガネ男子の元祖だぜ。ああ、言ってみたら。そうですね。それ以上に突っ込むところもないけど。でも、ってことは、あれですね、東京ケーキっていうのは、思ったより、あるのか、はい、あるのか、まあ、東京ケーキはあるんでしょうよ。あるんでしょうけど、はい、若本っていうのが入ってるのか入ってないかに関しては、本当に入ってるのか、二、はい、人目の嘘つきが出たのか。ああ。だって、わーって周りに聞いてみたら、はい、あったかもしんないっていう人は一人ぐらいいてもおかしくはない、ね。そうですね。うん、これはもう。この中に一人嘘をついている人がいますっていう状況なのか。まあ、わかんない。いや、中本浩二の話でいっぱいになってしまったわ。そうですね。うん、じゃあ、若本浩二は明日ということで、また。若本浩二。中本若元。中本若元。お会いいたい元帥こと楠本修正と。マーシーこと真島新太でした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ。バイバーイ。